え、めっちゃ可愛いね、ほら。あ、めっちゃ可愛い。お尻ハートよ、お尻ハート。あ、可愛いな。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、今ね、阪神競馬場に来てます。すごいね、なんか今日はなんか飲みの市とかね、あって人が多いですね。あ、なんかもうレース始まるみたいですね。まあレースはね、始まるんですけど、今日はね、これ、ベルキンさんのね、これほら、充電なんですよ。充電できる、やっ。ベルキンさんのね、これは、パワーパック 6700mAh ということでね、今、もう馬が走っております。この丸いところ、ここでね、充電ができるというものですね。これね、ほんと便利なんですよ。はい、いけ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 。おあ、救急車も、なんでやろう。あ、なんかね、隣にいてた人が、さっきのレース当たったみたいです。まあ、その辺はどうでもよくって。今ね、こんな感じで、スマートフォンを、充電できますね。これね、アップルの認定ですよね、確かね。ベルキンさんね。ほら、メイドフォーアップルウォッチ。これね、確かね、アップルからね、ちゃんと推奨されてる商品ですね。で、これ特徴的なのがこの部分。ほら、こんな感じで、ピコッと充電ができるはず。ほら。今ね、充電できてます。いいでしょ、ほら。こう、競馬場でね、スマートフォンとアップルウォッチが、なんと充電ができると。で、まあ、コーヒーもね、コーヒーも飲みながら。まあ、どこでもアップルウォッチが充電できるという商品ですね。これ、私のアップルウォッチね、これ、ファーストモデルで、もう結構ね、年数経っててね、もう、1日半、35時間ぐらいかな。で、もう充電がほぼね、なくなっちゃいますね。なので、泊まりの時ね、出張で泊まりの時とか、そういう時にね、すごい、これがあると便利なんですよね。便利ですよね、本当にね。いやしかし、阪神競馬場、すがすがしくていいですね。で、私ね、このモバイルバッテリーね、いつも、こんな感じで、カバンに入れてます。常にね、入れてますね。で、まあ、スマートフォンの充電に使ってると。やっぱりこういう充電器ね、常に持ってると、安心ですよね。この競馬場でも安心ですよね。で、さらにほら、この、アップルウォッチのね、充電もできるということで。いや、私ね、本当にこれリアルにね、今使ってるんですよ。これね、提供でもらったんですけど、ずっとね、使ってます、正直。で、やっぱりね、このベルキンさんはね、アップル推奨ということで、安心ですよね。はい、というわけでね、今日は、このベルキンさんの充電器のご紹介でした。私ね、たまにね、こういう、ガジェットがね、好きなんで、こんな感じでやっております。私のチャンネル、あ、それちょっと、あ、そっちまだ入ってた。危ない、コーヒー捨てられるとこやった。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。びっくりした、今コーヒー、飲みかけのコーヒー捨てられるとこやった。では、充電器のご紹介でした。じゃあね、バーイ。